競馬界の火災事故。2000年山本トレーニングセンター火災事故。皆さんは笑顔を見せてという競走馬をご存知でしょうか。1997年に JRA は条件付きですが、馬名にを使用することを認めました。そして所有馬に珍馬名をつけることで有名な小田切雄一オーナーが真っ先に笑顔を見せてで馬名登録し、日本競馬史上初めてを使った馬として注目を浴びました。その注目通り、新馬戦は武豊騎手が騎乗し一番人気に支持されますが、15着と大敗を喫してしまいます。しかしデビュー2戦目でしっかりと勝ち上がると、4歳児オークス、秋華賞、エリザベス女王杯に参戦。年末の阪神牝馬特別では、6番人気ながら競泳マーチやエリモエクセル相手に快勝してみせました。そして重賞2勝目となったのが5馬混合のマイラーズカップです。河内宏騎手を背にファレノプシスやマチカネフクキタルなど G1 馬を一周。もしこの時代にビクトリアマイルが存在していたなら、間違いなく優勝候補になったことでしょう。しかし小馬の牝馬限定の G1 レースはエリザベス女王杯しかないこの時代、笑顔を見せての目標も敵距離がいながら 2200m のエリザベス女王杯になりました。ステップとなる府中牝馬ステークスでは、海老名正義騎手とは初コンビを組み2着、そして距離不安が否めなかったため、エリザベス女王杯は5番人気にとどまりました。しかし笑顔を見せては不安を感じさせない激走で、勝ったメジロドーベルから 0.2 秒差の3着に好走、自力を見せました。しかしその激走の疲労もあってか、連覇を狙った阪神牝馬特別、年明けの東京新聞杯を惨敗。復活を期して放牧に出された笑顔を見せてを待ち受けていたものは非常に残酷な現実で、日本競馬史に残る大惨事でした。2000年2月11日の未明、宮城県渡里郡山本町にある車台レースホースの山本トレーニングセンターで火災が発生し、木造平屋建ての厩舎1棟が全焼する事態になりました。火災が発見された時にはすでに厩舎内に火が回っており、馬を外へどうにかしてでも逃がそうとした牧場の従業員の必死の努力も虚しく、厩舎内にいた30頭のうち22頭が焼死、1頭が火傷を負う大事故となりました。当時山本トレーニングセンターにはイーグルカフェやフサイチエアデールなどの素質馬が滞在していましたが、別の厩舎にいたため難を逃れました。しかし亡くなった22頭の中に含まれていたのが笑顔を見せてでした。燃え盛る火の中で笑顔を見せても厩舎から逃げることができずに、猛火に飲まれてしまったのです。他にもユニコーンステークスで3着に好走したスターシャンデリアも火事によりこの世を去りました。当初は火事の原因は不明とされていましたが、警察による捜査の結果、漏電による火災だと見られており、被害総額は数十億円規模だとも言われました。火災から2日後の2月13日、東京競馬場では G3 ダイヤモンドステークスが行われました。そこには笑顔を見せてと同僚だったおとなし厩舎の優勢トップランが出走。長らく惨敗が続いていたため7番人気と低人気でしたが、一世一代の走りを見せ優勝。1年3ヶ月ぶりの勝利に、おとなし調教師は天国の笑顔が後押ししてくれたんだと思うと涙ながらに答えました。また同日、京都競馬場で行われた如月賞でも、火災で犠牲となったスターシャンデリアの判定シルバコクピットが直線鋭く伸びて優勝するなど、東西で山本トレーニングセンター火災での追悼を思わせるドラマのような一日となりました。笑顔を見せての小田切オーナーは、火災により元気のないおとなし厩舎に再び所有馬を預けました。その馬の名前は元気を出してでした。笑顔を見せては父サンデーサイレンス、母カーリーエンジェル、祖母はオークス馬ダイナカール、そしておばにはあの女帝エアグルーヴという超良血でした。その素晴らしい血統背景から、繁殖牝馬としても期待をされていました。現に5歳上の前傾俺は待ってるぜは高松の宮記念を優勝するなど G1 馬になり、9歳上の半径エノクは JRA で7勝を挙げる活躍、13歳上のフラアンジェリコは京成杯オータムハンデを優勝するなど、兄弟の活躍がそれを示していました。その笑顔を見せてを失ってしまい、最も悲しいはずの小田切オーナーから、おとなし厩舎へのエールが元気を出してでした。2020年立東トレーニングセンター火災。山本トレーニングセンターの悲しい火災事故から約20年。2020年8月14日、お盆真っ只中の立東トレーニングセンターで大きな火災が発生しました。
当日はテレビ局がヘリコプターからの映像を生中継するなど、大々的にニュースとして取り上げられました。JRA では一人の調教師には原則20馬房を貸与されています。そして立東トレーニングセンターの場合、10馬房ずつの建物が2棟あります。今回火災が起きたのは村山明厩舎で、2棟あるうちの1棟に炎が燃え広がり、所属馬5頭が亡くなりました。この火災事故が発生したのは金曜日で、しかも時間は5時36分と、トレーニングセンター内にはあまり人がいない曜日と時間帯でした。しかも8月ということで、小倉、もしくは北海道、新潟など遠方競馬場での開催が行われる時期のため、厩舎関係者などは騎手同様に前乗りしている人も多くいました。そのため救出作業に取り掛かれる人数がかなり少なく、引き綱をつける余裕もなく、裸馬の状態で外へ逃がして後で取り押さえるというパニック状態でした。はじめは4頭が焼死したとニュースで流れましたが、無事に逃げた馬からも翌日に気管熱傷が重篤化して予後不良となった馬が1頭出たため、5頭が命を落とす大惨事でした。命は無事だったとはいえ、煙を吸ったことで呼吸器系に競走馬として致命的なダメージを負った馬が他にもたくさんいたと言われています。亡くなった馬の中には JRA で4勝を挙げたベルエスメラルダや、事故発生日の翌々日にレースを控えていたミラクルユニバースとアイホープも含まれていました。幸いにも当時の村山厩舎の看板馬コパノキッキングは、佐賀競馬場で行われた重賞レースに出走した直後のタイミングのため小倉滞在中であり、難を逃れました。夏のローカル開催の時期、しかも出走馬が確定している金曜日の火事ということで、救助する関係者は先日の通り少なかったものの、競走馬は開催中の競馬場に移動していることが多かったのが不幸中の幸い。もし火曜日や水曜日といった週の真ん中なら、馬房が満杯状態の通常期なら、もっと被害が広がっていたと考えるとゾッとします。 JRA は今回の建物被害を半焼と発表していますが、実際は2棟ある厩舎棟のうち1棟が全焼しています。また隣接する中尾秀政厩舎、高柳大輔厩舎の一部で雨どいが焼けるなどの被害もあり、被害を受けた厩舎は出張馬房に臨時で移ったりと余波が広がりました。警察と消防は翌日に実況見分を行いました。そして8月17日に原因は特定できないとした上で、詳細について引き続き調査を続けるとの見解を示しました。そしてその後防犯カメラの映像を解析した結果、一切の出入りが認められなかったとして、事件性は低いとの結論に至りました。以上の2点を代表的な火災事故として紹介しましたが、競馬界にはいくつもの火災による事故が競走馬を襲いました。ざっと挙げると、1989年11月27日に北海道静内町現新日高町の北西牧場で火災、16頭が焼死しました。1992年5月22日福島県郡山市の川名育成牧場の厩舎周辺から出火し、2頭が全焼、競走馬が15頭、引退馬が8頭、合計23頭が焼死しました。1995年5月21日には北海道紋別町現日高町の北海道紋別軽種馬トレーニングセンターの厩舎で火災、16頭の競走馬が焼死しました。1998年12月15日は、あの日本ダービー馬スペシャルウィークを輩出した北海道紋別町の日高太陽牧場の繁殖用厩舎で火災、繁殖牝馬19頭が焼死しました。2006年9月3日千葉県船橋市の船橋競馬場で厩舎2頭が全焼してしまい、9頭が犠牲になりました。2016年5月16日は群馬県伊勢崎市の堺共同トレーニングセンターで火災が発生、厩舎1頭20馬房が繁焼、川崎競馬所属の3歳牝馬1頭が焼死しました。2020年4月2日には、あのテンポイントやプリティキャストの生産牧場として知られる北海道安平町の吉田牧場の牧舎3頭のうち1頭が全焼し、繁殖牝馬5頭が犠牲になりました。本当に火事は恐ろしいものだと感じさせられますし、馬房という逃げることができない空間で死を迎えた馬のことを思うと本当に胸が痛くなります。ほとんどの事故が原因不明となり、暖房器具の切り忘れやタバコの不始末などが噂されたりもしていますが、馬はちょっとしたコードを噛んだり小便をかけてしまったりすることも多々あるようです。今後このような悲しいニュースが流れないことを切に願いたいと思います。